でもね今日の新聞なんか見るとね日刊スポーツもそうだけどスポーツ紙もねやっぱしこうなんていうのこのこの日本の行方についてかなり心配してるしその議員さんについてもねなんかこうしっかりなんかこう問題発言があった時はね一年トップで取り上げてるってやっぱりスポーツ紙なんかもやっぱしそういうことを伝えていこうっていう姿勢が そうですね日韓スポーツの一面トップです。はいはい、書いてあるんですけど自民党の,の武藤孝也衆議院議員が、うん、ツイッターに安全保障関連法案に反対する学生らのデモをです、ねうん、戦争に行きたくないという極端な利己的考えと、うん、自分のツイッターで、まあ、批判したしたんですね、うん、であのその批判に関しては批判されてるんですが撤回するつもりはないというふうに、うん、武藤議員は言っています。 法案が通っても戦争に行くことはないのに扇動や間違った情報で若い人たちが騙されていると、ま、党本部で記者団に主張したということで、ま、そのことを日刊スポーツも,もう本当に大きく、はい、あの取り上げていますでこの武藤議員なんですけども 2>、はい、うんと今2回生ですね、はい、で百田氏のマスコミの圧力発言でも話題になった自民党若手議員の勉強会文化芸術紋話会のメンバーでもあるということなんです。はいはいはい ただ、あのー、この武藤さんのツイッターでの発言に関して谷垣さんはやっぱり、あのー、自民党を支える人々の中にも戦争はこりごりだという感覚があることを謙虚に学ぶ必要があると、うんうん、で戦争は二度としたくないという思い感覚があることを保守主義者は忘れてはいけないというふうに、まあ、谷垣さんは釘を刺していいるととうこ武藤さんはツイッターとかそういうことで何言ってるの どんなこと言ってたのこれはあの学生のデモに対して彼らはあの戦争に行きたくないという、まあ、極端な、うん、まあ自分勝手な利己的な考えをしているというふうに買い t w i t t e で書いた。 あとはですね書いてあるのはですね先月23日ですね憲法に破壊された日本人的価値観と題した文書の中で日本国憲法が定めた三原則、についてこの三原則国民主権、基本的人権の尊重平和主義についてこの3つとも日本精神を破壊するものだと記しているということなんですね。だかからちょっっと戦前に戻たののような そういうようよな、まああのー、考えをいいいていると、まあ、いろんな考えがあるんで武藤さんは無党議員はこういう考えを持っているとそうそういう認識を持って活動してるということは、ねまあ、それはいいんだけどこの方はねこういうことをやっぱり自分が議員になる時にね、うんはい、こう自分はこう思ってますと、うんね、こう思ってますと。はい いうこととをちゃんと言って、ね、んみんなに自分の意見言って当選したのかどうかが、はい、俺はちょっと分かんないんだけどまあ当然、はい、そういうことをこう自分が思ってるうこういうこの憲法論議が盛んな時だからね、はい、まあそういうこと言ってるんだろうなと思うんだけどね。でしかも こう谷垣さんが苦言を呈してるっていうんだけど、うん、自民党はこの人選んだだわけだよね、うん、だこういうものを考えてるこ,うことをそれが自分たちの党にふさわしいと思って選んでそれで今苦言を呈したところでねやっぱし党まあ若い人たちがこういろんなことをやっててまあこれだけじゃない磯崎さんの発言なんかもあるけどもまあでもまあ自民党の国会議員なわけでねり 党としてどうなのかってことは、うん、党自体今そうだけどそうじて党の総裁、はい、党自体がやっぱり問われるよね、うん、そこんところはね、うん、そうですね。うん これこれ以外にも、ああですねのこの日刊スポーツの真ん中に政界地獄っというのはありますここでは何を言ってるんですかここにはですね、あの結構厳しい言葉で書かれてるんですけれども、政治家の劣化が激しいと、であのまさにこの武藤議員のことも書いてあります、あの不規則発言や暴言で話題になる議員は過去にも数えきれぬいましたけれども、信念や持論を曲げないなど、不退転の決意で発言し、覚悟の一言を発する議員には、それ それなりの理由は目的がまあある一方うっかりや勘違いした発言議員も数多くいたとでまあこの無党議員に関してはそのと安全保障関連法案の反対活動を行うシールズにまあ対して今言ったような、まあの理性的な考えだというふうにあのー、書いたというでまあ三十六歳の本当若い無党議員幼い笑顔がホームページを飾ると書いてありましてで政界関係者が言っています自民党の一二回生は政治家としてはまだ素人に近いレベルの議員が多くことに若い議員は腰も低くソフトで真面目でお 高学歴で優秀な人材が多いが、うん、その一方、歴史観や社会認識など驚くほど無垢でどこから仕入れてきたかわからない理論を展開して、うん、部会や総務会でもとんちんかん議論を展開する議員が多いと人はいいんだけれども、うん、妙な信念を持っての発言が多く事の重大さやどこに問題があるのかも理解してないのではないかというふうふにちょっと厳しく書いていますね。 もちろん誰だってだよ戦争には行きたくないよだけど行きたくないってそういうことじゃなくてこの国の方向に対して別の考え方があってもいいんじゃないかっていうふうにしてでもしてるわけだねそれは基本的には戦争じゃなくて外交っていうね立派な手段があってそれが叶わなかった時最悪の条件としての話で。 それでこの武藤議員っていうのはこういう発言するってことはじゃあ戦争行くってことかとそうなんですよだ戦争法案じゃないって安倍さんも言ってるのに政府は戦争に行かないって言ってるんだよねでもこの人は行くって言ってるって話だよね行きたくないっていう学生に対して利己的だもう一つ深めていえばじゃあさ戦争行ったとするよね行っいやら戦争行く兵士は何するの 相手の国の敵の兵士と何するの？殺したり殺されたりするんだよね。こう行くって戦争に行くってことは、こうもしかすると誰かを謝めることだよね。可能性として、ま自分も謝められるかもしれないし、誰かも謝める。ま地上戦になったりすればね、そういうことだよね。とそっちのことも考えないと、半ねダメだよね。全部を語ってないよね戦争ってことに関して。